アニー・レノックスは、イギリスのミュージシャン。ユーリズミックスのボーカリストとして知られる。スコットランドのアバディーン出身。音楽活動と並行して、フェミニズムやエイズ撲滅などの社会運動にも取り組んでいる。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第93位。2011年、エリザベス2世により、たゆまぬ事前キャンペーンや、 人道活動の援護を称えられ、大英帝国勲章オフィサーを授与された。父はボイラー設備技師であり一人っ子。幼少時、彼女はその優秀な能力から特殊児童教育校に入学した。彼女は古典音楽の教育を受け、17歳の時にロンドンの王立音楽アカデミーに入学。フルートを学んだが、学校の雰囲気に馴染めず最終試験の直前で、 中退してしまう。その後、レストランではエイトレスをしながら、フォークやソウルのシンガーとして活動していた。やがて両親からの説得により、アバディーンへの帰郷を決意をするが、その矢先に、レストランに客としてやってきたデーブ・スチュワートとピート・クームスと息統合。二人のデュオに、ボーカリストとして加入し、ザ・キャッチを結成。後にデーブとは、 恋仲となり同性生活を始めている。ザ・キャッチは後に、ベーシストとドラマーを加え、1979年には、ザ・ツーリスツへと改名。メジャーデビューを果たし、ヒット曲も生まれたが、1980年12月に、ツアー先のオーストラリアにて、バンドが分裂。デイブと共にユーリズミックスを結成。この際、創作活動のためにデイブとの男女関係を、 解消している。1984年3月、ワールドツアーの最中に、ドイツ人のクリシュナ教宣教師、ラダラーマンと結婚したが、半年後に離婚。1987年には、イスラエル人の映画プロデューサーユーリ・フラッチマンと再婚。翌年には、男児の死産も経験した。この夫とも後年離婚。ちなみに、デーブも1987年に当時バナナラマの、 メンバーだったシボーンファーイと結婚している。1990年にユーリズミックスを解散した後、ソロアーティストとしてのキャリアを始めることとなった。2003年、映画、ロード・オブ・ザ・リング、王の帰還の楽曲、イントゥ・ザ・ウエストでアカデミー歌曲賞を受賞した。2008年には背中を怪我したと言われている。2011年、自身のオフィシャルサイトにて、 正直言ってこの先二度とツアーをやれるものかわからない。精神的にも、肉体的にも、あまりにも消耗してしまうということもあるし、それと自分の背中と左足がほとんど使い物にならなくなっているというのもあると語っている。また、貧困と社会的不正義の撲滅のために、世界的に活動するチャリティ団体、オックスファムへの長年の協力に対して、 OBE 勲章の叙勲も決定している。二番目の夫との間に設けた長女のローラは自身の出身校であるロンドンの王立音楽アカデミーに進学。次女タリーはモデルキャリアの道を進み、2012年にはイギリスのメジャーファッションブランドカレン・ミリンの2012年春夏コレクションのキャンペーンフェイスに起用された。ありがとうございます。